こんにちは。このコーナーは神尾亮さんと七節さんの顧問税理士である堀先生に株、FX、仮想通貨などの投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて税金やら節税やらについていろいろと教えてもらおうというコーナーです。おー、それでは今回もよろしくお願いします。お願いします。今回もですね、大好評の堀さんの経営のお話ということで、うん、弱者の戦略の続きをまた教えていただこうと思います。はい、お願いいたします。前回は弱者の戦略の中の弱者の接近戦というお話をしました。はい、で弱者は接近戦を行うことによって強者から自浄作用を受けなくすることができるんですよね。うん、でもね、自浄作用を受けなくするだけじゃ面白くないじゃないですか。うん、自浄作用を使えるようになりたくないですか。なりたいですね。なりたいですよね。強者になるってことですね。そう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 、うん、他者に自浄作用を与えることができる。うん、ちょっと今日はそういう話を、圧倒的なパワーを手に入れたいですよね。、うん、で今日の弱者の戦略は、うん、小規模1位です。ほうほうほう。強者は市場全体で1位を取る。だからトヨタとかはそうですよね、うん、自動車業界で1位を取ってる。そうですね。弱者はそれで自動車を受けちゃうわけじゃないですか。うんうんうん、でも市場全体でトヨタを抜いて1位になることはちょっと無理ですよね。ですね。うん、でも何かで1位になると1位効果によって逆に他社に自浄作用を与えることができる。ほうほうほう。それでその後利益性はぐんと良くなります。あ、何の1位ですか、例えばっていうことですよね。うんうん、結局弱い会社っていうのは強い会社から自浄作用を受けないようにして逆に他社に自浄作用を与えるために1位を目指す。これを弱者の戦略っていうんです。うんうん、強者とは戦わずして、それ自分は他の分野一強者になって戦っていこう。そうなんです。やり方やないか。その他のもっとでかい強者のパワーはある程度は受けるわけですか、影響は。だから受けないですよ。受けないです、はい、受けないようにしていくんですよ。なるほど。で商品というのは利益を生み出す唯一の手段なんですよね。うんうん、で競争力のある1位の商品を持っていればお客さんを多くするのにとても有利になって当然利益も上がるんですね。うんうん、で一般的には市場規模の大きな商品を扱うと売上とか利益が多くなると思われてます。うんうんうん、でそう思ってる人多いんですよ、実を言うと。うんうん、でも1回あたりの取引量が大きな商品を扱えば売上利益が多くなる。でも実はそうはなってないんですよ。ほう、はい、これらの商品には必ず大企業が参入して競争が激しくなります。うん、ということは大企業から自浄作用をまともに受けるので絶対苦戦するんですよ。うん、儲かるもんには入ってきますよ ね、 そ、 ねそうですそうですそうです。うん、でも弱者でも1位になれる市場規模の小さな商品で1位を目指します。うん、そのためには商品を全体で見るんじゃなくって部分に分けて細分化して検討する。うん、こうすると戦わずして勝てる商品が見つかります。はい、うん、で細分化には用途とか客層とかサイズとか業界別とかいろんな分け方があります。うん、その中で有利に戦える商品を見つけていくということです。うんうんうん、何々専用商品とか特殊用途の商品、うん、こうした商品は市場規模が小さくなりますよね。うんうん、でね、市場規模が小さくなると大企業にはメリットがないので、うん、手を出してこないんです。うん、中小企業にとっては有利になっていきます。なるほど。で商品の普及が進んだことで生じた時代の変化のともに誰も気づかない新しい用途の商品が生まれます。うん、こういう商品を隙間商品と呼ぶんですけど、うん、世の中は常に変化しているので、うん、隙間はいつも生まれてるんです。うんうんうん、これにいち早く気づいて商品化すると先発としてすぐに1位になれる。うん、でそこでは強者になれます。うんうん、市場規模の大きな商品に価値があるんじゃなくて1位の商品に価値があるんですよ。うん、確かにこの業界で一番売れてるものをやっぱ買いたくなりますよね。そうですよね。うん、これ3位っていう商品よりはそうですうん、うん、まあ例えば楽天ランキングでも1位の商品が見ますもんね。そうですね。うんうん、商品戦略の目的は競争力のある商品を手に入れることなんです。うん、だから弱者は専門型で考えて商品の幅を狭くしていく。うんうんうん、イメージとしてはこんなイメージなんですよ。強者は
台風のように市場全体広い範囲で強い風を吹かせる、うんうんうん、でも権威力に限りのある弱者は竜巻を起こすんです。うん、特定のところで強い風を起こす、うん、これが弱者のやり方なんです、うん、でうん、この戦い方で成功したのがオロナミン C です。オロナミン C だ、はい、大塚製薬ですね。飲料業界ではコカ・コーラとか、うん、まあ、コカ・コーラが強者ですよね、うんうん、でそれ以外にもサントリーとかキリンとか大手企業がひしめき合って競争してます、うん、その中で大塚製薬はオロナミン C 一本で業界に参入したんですよ。へー。でこの一品に全力を投入して、うん、末端の販売価格を1000億円にまで持っていった、うん、オロナミン C はまさに飲料業界の竜巻的商品になったんです。なるほど。今でもありますもんね。ありますあります、うん、これが弱者の正しいやり方なんです。オロナミン C だオロナミン C は何を絞って1位にしたんですか。なんかその当時なんかこう、うん、健康飲料的な、なんか飲んだら元気になるみたいな、うんうん、がなかったんや。そうですね、少なかったですよね。この価格帯では特になかったんちゃう。あ、そうか、100円とかでさ、元気になりそうな、うん、なりそう。あれでもまさになりそうなんですよ、うん、あの瓶の横に飲料水って書いてあるんですよね、はいはいはい、医薬品とか書いてないんですよはい、はい、だから薬でも何でもないねんけど、でもあれ飲んだら飲んだらめっちゃ元気になりそうじゃないですか。じゃあ瓶のよりは薬の瓶っぽい色にしたとか、うん、そうですよね。そういうのが、まあ、弱者の戦略かもしれないですよね。あ、例えばユンケルとかやったら横に医療医薬品って書いてあるんですよ。部外品とか書いてあるけど、あのオロナミン C で飲料水なんですよ ね、 あ、 そうですね。あ、不思議な感じだけど、不思議というか何にも元気にはならない実際は実際はね、オロナミン C は多いっていう、オロナミン C はそういう元気じゃないんや、飲み物やって知ってみんな大人になっていくんじゃない元気になりたかったらレボビタン D なんやっていうのを知った時大人になるんだよく似てるけどで隙間を発見する方法は、うん、お客様をよく観察することなんです、ね、うんうん、会社に頼んだのに無限に断られた、うんうん、それなら自分で作ってみようと決心して開発して成功したっていう人が少なからずいてます、うん、お客さんが困っていることはビジネスチャンスになる。なるほど、うんうん、で実は僕と亮さんの出会いも最初はそうやったんですよ、うん、これが大きなヒントになってます、うん、結局亮さんと共通の知り合いの紹介で初めてホテルの喫茶店でお会いしたんですね、うんうんうん、でその時その共通の知り合いに言われたのは、あのインターネットでビジネスをしている方が税理士に断られたっていう話だったんですよ。でなんか今で言うとね失礼な話なんやけど、当時はまだインターネットでビジネスするっていうことが世間的には広く知られてない、あ、怪しい時代でしたよね。そうそう、怪しい、なんか怪しい商売してるやつ的なイメージだったんですよ、うん、20年前だ、ね、そうそう、うん、だからリョウさんはほんまにインターネットの先駆けの人なんだけど、ダイヤルアップはこれやもんなそうだ な、 なあのネットかけるときに、あ、そうですそうです、あ、そう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 、何それ、ネットかかんない23時以降じゃないとネット無料で使えない、そうそうそうめっちゃ高い、めっちゃ高いっていう、普通にあのくるくるの電話の回線でネットしとったの。めっちゃ遅かったよなめっちゃ遅かったで当時のその保守的な税理士の人が契約を中止をしたっていうことで紹介を受けて、でその時にインターネットでビジネスしている方が困っておられるならと考えて、僕は日本 IT ビジネス会計株式会社のを作ったんですよ。りょうさんにヒントをいただいたっていうことなんですね。なるほど、なんぼかあげ上納金を納め請求書こんな風にその弱者には確信が必要っていうことですよね、うん、なるほど。で確信を行うには常識を疑ってみるっていうことです、はい、で世の中は時代とともに変わるので常識も変化していくっていうことなんですよね、うん、であの結構ねこういうのを考えるときにために参考になるのは生物です、うん、生き物、お、生き物って結構ね弱者の戦略を実践している動物がいっぱいおるんですよ、うん、ほんまや。生き物の世界では歯を食いしばって頑張ればなんとかなるみたいな甘い考えは通用しないですね。そうですよね、うん、死にますもんね。死にます、絶滅しますよね。そうですそうです、うん、自然界をたしくましく生き抜く動物の弱者の戦略はヒントになります。うん、動物は強者の真似をしたらおっしゃる通り絶滅します、はい、一つはねラクダです。
ラクダ。ラクダ。ラクダってね、砂漠っていう過酷な環境に適応して生きてるじゃないですか。うんうんうん、でも砂漠の過酷な環境さえ乗り越えたら、森林や草原に比べて天敵となる肉食動物がいてないんですよ。あ、お前も、お前も。だから砂漠に暮らすこと自体は楽じゃないんだけど、うん、適応さえできたら天敵がいない楽園なんですよ。うん、ラクダにとっては楽園です。なるほど。トラもライオンもいてないんですよ、砂漠には。お前お前も。で、まあ、人間がなかなかねこういう風になれないのは、なんかまあ、学校教育とかにも問題があるのかなと思うんですけど、うんうん、僕たちってちっちゃい頃、うん、人と違うことをしたら怒られたじゃないですか、うんうん、逆に人と同じことをすると褒められたんです、うん、でもビジネスの世界では逆なんですよね、うん、違いは価値なんですよ、うん、他者の真似するんじゃなくって他者との違いを磨く、うん、自社の得意なことを磨く、うん、違いを磨かない人はお客さんも追いかけていかないとダメやけど、違いを磨くとね、お客さんの方から来てくれるんですよ、うんうん、そういうふうにやって位置を作っていくんだけど、うん、位置を作り上げるのは簡単じゃないです、うん、でも位置を作り上げるととてもいいことが起きます、うん、小規模1位の素晴らしさは実は1位の商品を持って初めてわかる、うん、でも小規模1位を、ね、目指す人が少ないので、この良さを実感できる人が少ないんですよ。なんかよく言われますけど、富士山の山頂からの見晴らしが素晴らしい、でもそれは富士山の山頂に登ってみて初めて分かるんですよね。あ、これと同じように1位の商品を持つ価値を知るには理屈抜きに1位になってみることです、うんうんうん、弱者は小規模1位を目指して経営してみてください。はい、隙間は細分化して発見してほしいと思います。なるほど。はい、つまりこうその自分の業界で戦うんじゃなくて、そこにも強者がいるから負けるので、そうじゃなくて自分で位置を作っちゃえと。そうです。うん、で業界から出る必要はないんですよ、うん、その業界なんで隙間を見つけていく。そうなんです。例えば税理士としたら、どんなお商売の人もお客さんとして税金の相談とか申告書書くことできるわけじゃないですか、うんうんうん、でも亮さんとの出会いで税理士の中で IT 関係のビジネスの人に特化したわけです。あ、なるほどなるほど。でその中では1位を取っていけるっていうことなんですよね。うん、だから自分が IT やってて税理士探そうとなった時に、パート見た時に IT 専門って書いてあったらね、そこ見ますもんね。そうですよね、うんうん、っていうことなんですよ。お前や一位を作るっていうのはそういうことってことですね。そういうことなんです。まあ、富士山の例にありましたけど、日本一高い山は富士山で分かりますけど、2位3位の山はどっち来るか分からないっていう感じが強者の戦略ってことですよね。そうですよね。だから天保山やったっけ、日本一ちっちゃい山みたいな、1位を作れば逆に有名になるみたいな。そうですよ、ね、それが弱者の戦略みたいな感じ。はい、いいふうに言うたな。お前のこと言うたな。なるほど、全然うまいこと言ってくれていいんですよ。おお。YouTube でね、当てはめて考えてみると、すごくそのエンタメとかで、エンタメの中の何々っていうふうに細分化していくと、そこではトップになれるの。ああ、例えばね。そうですね。やっぱり細分化ですね、うん。っていうフェーズに YouTube も入ってきてるんで、うんうん、あ、すごく今回のお話ためにありましたね。うん、まあ、だ YouTube だったらヒカキンさんと同じようなことやっても勝てないから。もちろん、うん、自分の中でこう誰もやってないような分野でエンタメも、もちろん、ね、そこで受け入れられる、うん、視聴者さんが見たいと思える分野で動画なんですけど、うん、その中でも、うん、尖っていくと、うんうん、いうのがヒントなのかなと思いましたね。え、うん、こと言うやろ。いや、ええことっていうか、私はこの話聞いて、あの芸人の RG さんの奥さんが浮かんできました、うん、いやー、すっごいマニアックだいぶ遠くなって言ってるな。え、RG さんって HG じゃない？あ、HG、そうだそうだそうだ、そうそうそう、あ、HG ってあの4の人？そうですそうですそうです、そうそう、 RG さんね、その相方の奥さんか思って俺。すっごいマニアック。HG の奥さんなんかやってたっけ？あのなんかね、だいぶ前にテレビで見たことあるんですけど、その女性のなんですか、なんかデリケートゾーン用のボディーソープを作って、うんうん、そう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 、なんかそれまでなんかあったかもしれへんけど、なんだろうな、そんなにこう出回ってないし、うん、女の人もこう買いに行きにくいみたいな、でそれを作って、大企業もやらへんし、そう、それを作ってネットで販売したみたいな、そうそうそう。
いいこと言うよ。あ、よかった。なんかいいこと言うな。最近の。じゃあ、うん、尺の関係上7分じゃない。いいこと言うとるから。めっちゃいいこと言うてるのにカットされた。では引き続き堀さんにまたランチェスのような、はい、法則をまた教えていただきたいと思います。このね、税金だけでなくても経営に関してもいろいろアドバイスしてもらえます。堀さんを顧問税理士にしたいという方はですね、動画概要欄の方に堀さんの連絡先書いておきますので、ぜひ一度見てみてください。はい、東京大阪でも無料相談会ということで。はい、ね、ズームでやってるらしいんでね。はい、まあね、コロナなので、ね、ズームでもやってるということでございます。まだ、ね、何かありましたら、紙折りを公式メールマガでもいろんな情報を出していきたいと思いますので、まだ登録されてない方はぜひ登録してください。お願いします。これからも有益な情報を発信していきますので、チャンネル登録お願いいたします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄の翻訳の動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味も込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。